なぜこんなことになったんです？話を聞く限りアクゼリスは柱に支えられていたのでしょう。それは柱が消滅したからです。どうしてですか？俺は知らないぞ。俺はただ正気を中和しようとしただけだ。あの場所で超振動を起こせば正気が消えるって言われて。あなたは兄に騙されたのよ。そしてアクゼルスを支える柱を消してしまった。そんなはずは。ワンはあなたにパッセージリングのそばへ行くよう命じましたよね。柱はパッセージリングが作り出している。だからティアの言う通りでしょう。僕が迂闊でした。ワンがフルークにそんなことをさせようとしていたなんて。せめてルークには事前に相談してほしかったですね。仮に正気を中和することが可能だったとしても住民を避難させてからでよかったはずですし、今となっては言っても仕方のないことかもしれませんが。そうですわね。アクゼルスは消滅しましたわ。何千という人間が一瞬で。俺が悪いってのか？俺は悪くねえぞ。だって先生が言ったんだ。そうだ、先生がやれって。こんなことになるなんて知らなかった。誰も教えてくんなかっただろ。俺は悪くねえ。大佐、ブリッジに戻ります。ここにいるとバカな発言にイライラさせられる。なんだよ、俺はアクゼルスを助けようとしたんだぞ。変わってしまいましたのね。記憶を失ってからのあなたはまるで別人ですわ。お前らだって何もできなかったじゃないか。俺ばっか責めるな。あなたの言う通りです。僕は無力だ。だけどイオン様、こんな最低な奴ほっといた方がいいです。悪いのは先生だ。俺は悪くないぞ。なあガイ、そうだろ。ルーク、あんまり幻滅させないでくれ。少しはいいところもあるって思ってたのに、私がバカだった。どうしてだよ。どうしてみんな俺を責めるんだ。ご主人様、元気出してですの。黙れ、お前に何がわかる。僕のせいで仲間たくさん死んでしまったから。だからご主人様の気持ちわかるですの。お前なんかと一緒にするな。お前なんかと。